ゆうた腹減ったゆうたコラボットです。はい、今日ですね皆さん、端っこ言ってたのもわかりますか。はい、初めて恋した日に読む話、最近流行ってるあのゆりゆりくんが出てる、はいはいはい、ピンクの髪の子が出てるね、はいはいはい、ドラマなんですけど、勝手に染めやがって、こいつ目見てきてるやん。読めましたなんか人の目みたいな人の狼育てられた最悪、マジ悪いことみたいな目見ろってならなかった。このドラマってね、恋愛の名言がたくさんあるわけですよ。なので今回は恥恋に限らず、いろいろなドラマの恋愛の名言を虫食いにして、正解のある大喜利選手権をやっていきたいと思います。幅広くってことだよ。さすがだわ。例を出しますと、恥恋の2は、10年経っても、可愛い、綺麗、好きが言える男は年収3000万円に相当する、みたいな名言じゃないですか。あ、なるほどなるほど。綺麗とかをね、抜いて、そこに皆さんが大喜利なり、正解を当てに行った大喜利をしてくれればなって。はい、だから正解者がいた場合1ポイント。いなかった場合、大喜利的にね、面白かった人、その人に1ポイントあげたいと思います。はい。正解のある恋愛ドラマ名言大喜利選手権、やっていきましょう。はい。はい、じゃあ1問、はい、まずは恥恋の第1話から出したいと思います。我慢して大人になってから恋しようと思っても、そう簡単に恋なんてできないんだから。私もね、今になって気づいたの。ホニャララは下ろせないって。いいですか。はい。貯金。おお、なるほどなるほど。ああ、でも似てる。大人になったらお金はもう使えなくなってくるよ。なるほどね。俺恋愛貯金。おお、うまい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 。恋愛ってその時その時生の鮮度でするのがいいんですよ。生、うん、あの時恋愛してない分を今するっていうのはできない。なるほど。あ、リアルタイム。なるほど。リアルタイム。ちょっといいですか。はい、はい、肩の2。うまい、うまい、ね、やっぱ字汚いのマジでよ正解者はいまーす。いんの、すごいわ、よくわかった。ゆりゆりが正解です。おっしゃー。見てるわ、私。見てるな。いや、出てるんです。出てる、出てる。第2問、告白は子供がすること、大人はほにゃららする。あー、わかった。来た、この支配からの卒業。尾崎尾崎の話してる人決まったね、これ。この支配からの一切昔の曲聴かないタイプ一切聴かないタイプできました。束縛は大人です。おお、韻踏んでます。なるほどね。今日も韻踏んでます。おー、気持ちいいかもしれない。あー、なるほどね。ちょっと難しかったな。休みの日だけを楽しみに生きる。体になっちゃってたわ、ごめん。これだけで休みって読まそうとしちゃってるし正解者はいないです。はい、大人は誘惑する。おーらら、束縛です、ね、おっしゃー。言ってたのがすごい良かった。いやろ。第3問、相手の幸せを願っていたら恋は叶わない、恋はほにゃらら。わがまま。おー、うーわ、こいつ疑問。いい答え出しよったね。おいおいおい、俺だっす。怠慢俺は本当に恋愛っていうのは怠慢だと思ってる。ああ、まあそうだろうね、服ついたらまずいからね。いきます、自分優先。おお、答えはありませんでした。答えだけ言います。恋は欲望。欲望なんですよ。恋はわがままに恋ですね。よいしょ。第4問、プロポーズ大作戦。おい、なんでほねららやほにゃららに頼ろうとするんで。簡単でした。坊や春道。俺が一番好きなキャラクターや。なんで坊や春道に頼るの。そういう系のドラマ。はい、来ました。ゆうまさん、はい、いいですか。はい。きっかけやタイミングに頼る。おお。渋い俺の答え。悪だ。悪だでしょ。はい。自分で大爆笑してるわ。ありがとうございます。そうちゃんや母ちゃんダメ人間や正解者がね、いまーす。あー、よかった。きっかけはタイミングだった。2ポイント、2ポイント、0ポイントだいた4コマ漫画になるタイプの二次災害だ第5問、普通の結婚は二人三脚、私たちの結婚はほにゃらら。背景をちょっと説明します。夫役の人が死んじゃう話なんですよ。リレー。おお。命をつなぐから。これ以外になくない？はい。追いかけ。おお。これレベル高いです。はい。二人馬。
不憫でならん。なんでですか。不憫でならんわ。後ろから見守ってくれてるって意味を込めました。不憫でならんって言った彼を許してあげてください。正解者はいます。自分以外ないな。私たちの結婚はリレーなんです。最終問題、はい、最終問題恒例の46ポイントでいかせていただきます。はい、ということでね、ポジティブ派とネガティブ派で分かれて、はい、みたいな話なんですよ。結婚はこの世の地獄、妻はピラニア、婚姻届は呪いを叶えるデスノートっていう風にネガティブ派が言ってるわけです。そしてポジティブ派の方の答えなんです。結婚は天国、妻はのどぐろ、婚姻届は夢を叶えるおにゃららって言ってるわけです。デスノートの対比をみんなに答えてもらう、うん、あ、勝った、マジで勝った。はい、俺がこうやった時はもらう時です。あ、確かに、まあ、夢を叶えるドラゴンボール。おお、いいですね、いいですね。ありがとうございました。そうですか。勝てると思うね。なんで奥の方。はい、マジックミラー号。最高だ。ハマった、ハマった。正解じゃなかった。いいです、いいですか。参戦者。謝りました。え、何誰出した。いやー、賢明だよ。賢明。やっぱこいつ強いわ。うん、はい、46ポイント入るのはヒュージードラゴンボールが正解でーす。いやー、こいつら正解だとか、俺マジどれだけすげえか分かっ。4次元ポケットも出るかなって思ったんですけど。あ、でも俺言おうとしました。だから、そのどっちかで、まあ、もう一個ぐらい出るかなっていうスライドでした。打ったりすごいな。単純に頭の出来が100だとしたら90と80割と変わんない。